を、九条小松菜実行委員会の高田さんからお願いしたいと思います。こんばんは。ちょっと寒くなってきましたね。手短いやりたいと思うんですけれども、本当は言いたいことがたくさんあります。この4年私たちは本当に怒りに燃えて、戦争法を絶対廃止したい、その戦いを全国で続けてきました。今日も全国各地で19日行動がやられています。私たちは諦めない、戦争法を必ず廃止する。そして今回の安倍改造内閣が改憲夫人、自民党の執行部も改憲夫人、安倍は残りの任期2年弱の間に何としても改憲を達成しようとしている。今日私たちはこの安倍改憲、改憲発議を絶対許さない、改めてこの思いを新たにしたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。そして先ほどもありましたけれども、東電裁判何ですか。私は本当に怒りに震える思いがします。あの人たちが責任者じゃなくて何で起きてるんだ。今回の判決を私たちは絶対許さない。さらに戦いは続くと思いますけれども、福島県民の皆さん、東電裁判の戦っている皆さんと一緒にこの原発問題を戦い続けたいと思います。そして再三指摘がありましたように、あの千葉だけではない、千葉もそうですけれども、島嶼部やあるいは静岡や各地で大変な災害が起きている真っ最中に内閣改造をやり、そして改造が終わったらさっさと家に帰ったという安倍晋三のこの姿勢を私たちは絶対許さない。こうしたことを見られるような安倍内閣の悪政を私たちは必ず変える。もし次に衆議院選挙が来るならば、この衆議院選挙で再度野党と市民の強力な共闘を実現して、この安倍内閣の退陣を実現する、政治を変える。もうこんな政治を変えないでどうするんだ。アジアの人々、韓国の人々、皆さんと連携をしながら憲法を守り、そして日本の政治を変える戦いを一緒にやっていきたいと思います。10月4日臨時国会の冒頭12時からこの場所で緊急の集会をやります。臨時国会に対する私たちの要求を叩きつけたいと思います。10月の19日同じこの場所ですけれども、午後3時から集会をやりたいと思います。この集会には韓国から仲間も連帯に参加をします。そして11月の3日すでに全国に呼びかけていますけれども、この日を全国的な統一行動として私たちは戦い抜きたい。一人で頑張る人も、数人で頑張る人も、あるいは大きな集会をやる人も、いろんな力を全部合わせて全国統一行動として11.3を戦う。とりわけ東京の国会正門前では関東各地の人たちに呼びかけて、ここに大決心をお願いする。そして再度ですけれども、韓国の市民の代表団の皆さんも日本のこの戦いに連帯したということで参加をしてくれます。日韓連帯、日朝日韓市民の連帯、私たちは憲法を絶対に改悪させない戦いと、この東アジアの平和と共生、そして非核、この戦いを結びつけて戦い抜きたいと思います。皆さん、今日は3000人の仲間が集まってくれました。国会図書館の前にいる仲間の皆さん、お疲れ様です。多くの人たち3000人のこの改めての再確認をして、これからの戦い、憲法改悪に反対する安倍内閣を倒していく、そうした戦いを確認し合いたいと思います。お疲れ様でした。